サバーハール・アフマド・アルジャービル・アイコール・サバーハは第15代クウェート市長。日本の報道機関ではサバーハ市長と表記されることが多かった。父は第10代クウェート市長のアフマド・アルジャービル・アイコール・サバーハ。なお、歴代市長にサバーハという名前の人物が過去に3名いるのでサバーハ4世とも呼ばれる。 2020年9月29日に皇居した時点で91歳であり、これは当時の君主の中でサバー派より3歳年長であるイギリスのエリザベス2世に次ぐ年長者であった。兄弟にはナウワーフ、第13代クウェート首長、ジャービル、ファハドラがいる。第14代クウェート首長サードはハトコにあたる。2006年1月に即位。 兄の在位中から首長位継承権、第二意見第一副首相の地位にあり、兄の皇居によって慣例通り、大使兼首相になったが、サード首長がすでに重病であったため議会を通して、廃位し、首長に即位した。2012年3月に訪日し、当時の天皇であった秋人と会見。中東諸国がカタールと断交した2017年、カタール外交危機では、仲裁役となった。 2019年9月の訪米時には検査入院が報じられた。また、2020年7月には医学的検査のために入院し一時的に権限を大使に異常した。9月29日、アメリカの病院で91歳で公居。クウェート政府は彼の死後40日間の追悼を宣言すると、クウェート国営通信社公式ツイッターが投稿した。ありがとうございます。